習近平いよいよ罪か。中国不動産バブル崩壊から経済政策効果なしで年金医療まで機能不全に。銀行に圧力を強める中国政府。最近中国政府は銀行に不動産企業への融資を増やすよう圧力を強めている。不動産バブル崩壊で苦しむ大手不動産業界救済を目論んでのことだ。碧桂園や恒大集団などの不動産企業の資金繰りは悪化し、その付けが物件の未完成などの形で国民の不満になっている。中国政府は国民の不満を和らげるため銀行融資を使おうとしているのだろう。バブル崩壊後にどの国でも見られる常套手段だ。不動産不況対策として銀行に圧力をかけ融資を促進する一方、追加の利下げなど金融緩和も強化した。銀行の負担で不動産バブル崩壊を乗り切ろうということだろう。約30年前、我が国でも住宅金融専門会社、先住の不良債権問題が深刻化した際、政府は銀行の負担で問題を乗り切ろうとした。ただ、多くのケースでその試みはうまくいかなかった。景気停滞化は長期化に。バブルが崩壊後、不良債権処理のため最終的には公的資金の注入が必要になる。実施のタイミングが遅れると、不良債権の残高は累増する。景気は停滞し、雇用、所得環境は悪化していく。デフレ圧力も高まり、不良債権問題は深刻化する。足元のバブル崩壊への対応を見る限り、中国経済の厳しさが増し、景気の停滞は長期化する可能性は高いと見られる。2020年8月、中国政府は3つのレッドラインと呼ばれる不動産融資姿勢を実施した。それから不動産バブルは崩壊の一途をたどった。カントリーガーデンやエバーグランデなどの不動産デベロッパーは、事実上、経営破綻に近い状態に陥っている。中国政府は迅速に銀行、不動産企業、地方政府傘下の地方融資平台などに公的資金を注入し、不良債権処理を進めることが必要になるだろう。公的資金注入のスピードは、バブル崩壊後の景気動向に大きく影響する。リーマンショック発生直後、米国政府は迅速に大手銀行などに公的資金を注入した。一時、大手自動車メーカーの GM などは国有になった。2009年3月に、米国の株式市場は底を打ち、不安定さを残しながらも、景気は徐々に持ち直した。金利を下げても効果なし。一方、中国政府は一貫して市中銀行に不動産業界などへの融資を増やすよう圧力を強めている。11月17日、中国人民銀行と国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会は金融機関に不動産企業に対する融資を強化するよう通達を出した。社債の発行、株式発行による資金調達を支援せよとの指示も出した。民間の経営の失敗は民間で対応せよとの政策スタンスは厳格に見える。しかし、度重なる融資積み増し圧力の高まりにもかかわらず、中国の新規融資実績は思うように伸びていない。中国人民銀行は利下げを行うなど金融緩和を実施したが、目立った効果は出ていない。中国経済はこれ以上金利を下げても新規の貸し出しが難しい状態に陥っている。今後も中国政府は銀行に不動産業界への貸し出し促進の圧力をかけるだろう。共同富裕の考えを掲げる習政権は国民の不満に配慮するため公的資金イコール税金を使った大手不動産デベロッパーの救済は厳しいかもしれない。ただ、政府が銀行に圧力をかけたとしても、貸し出し先の経営体力低下が止まらない以上、大きな成果は見込めない。今なお中国の不動産市況に下げ止まりの兆しは出ていない。医療、年金不安の増大。むしろ、バブル崩壊への対応は遅れ、
不良債権残高は雪だるま式に増える恐れが高い。不動産業界、その取引先などへのデフォルトや破綻の懸念は高まるだろう。銀行は貸し倒れ引き当て金を積み増し、融資基準を引き上げざるを得なくなる。雇用、所得環境の悪化は深刻化し、飲食や宿泊、交通などのサービス分野にまで、より多くの負の影響が波及する懸念も高まる。約30年前、我が国はよく似た状況に直面した。先住問題の解決には、公的資金の注入が必要だったが、政府は銀行に対応を求めた。結果、不良債権処理は遅れた。1997年11月、金融システム不安が発生し、我が国はデフレ経済に陥った。現在の中国政府の経済運営は、当時の我が国とよく似ているように見える。中国の企業経営者、消費者のマインドの悪化は避けられないだろう。経済のデフレ傾向は強まり、景気は長期停滞に向かう可能性が高い。不動産などの民間企業だけでなく、財政破綻、それに近い状態に陥る地方政府も増えるだろう。農村部などで医療、年金に対する不安は増大しそうだ。不動産バブル崩壊は、習政権の政治基盤の不安定化につながる恐れもある。そうした展開を避けられるか否か、中国の経済政策は重大な局面を迎えつつある。現在の中国は30年前の日本のバブル崩壊の再現を見ているようだ。日本も本当は迅速な公的資金注入が必要だったが、反対意見が強く、なかなか決まらなかった。その間に不良資産が増大していった。中国なら強権で一気に処理できると思ったが、実情は日本と同じか、それより悪いようだ。地方政府の過剰債務問題も大きい。土地所有権売却で収入を得る方法が限界に来ている。そのため、公務員の給料の遅配、減配が起こっている地方もある。現在中国では固定資産税は導入されていないが、早急に導入するべきだろう。それでも中国がまだ持っているのは、輸出で外貨を稼げているからである。しかし、東南アジア、インドなどの追い上げで徐々に輸出でも稼げなくなってくるだろう。人口減少と高齢者率増大で社会の活力は急速に失われていくと思われる。金融崩壊に四苦八苦、習主席を助ける日銀マネー、中国への資金流入を後押し、再び資本逃避、嫌気をさした外資は脱中国へ。日本が主要な金の出し手になっている国際金融市場が不動産バブル破裂に伴う金融崩壊に四苦八苦の習近平中国共産党総書記、国家主席を大いに助けている。グラフは中国の対外負債、日本の対外金融債権、日銀と米連邦準備制度理事会、FRB による資金発行について2014年を起点にどう増えてきたかを示す。日本は世界最大の債権国であり、米国以外でドル基準の国際金融市場を支える最大のスポンサーである。円はいつどこでもドルに転換できる。国際金融市場を仕切る米英の国際金融資本は、グローバル化された金融市場から資金を借り入れて、経済の膨張を図る中国を優遇してきた。その中国では、2015年夏の人民元切り下げを機に、激しい資本逃避に見舞われ、人民元の崩落危機に直面した。当時の FRB 議長だったジャネット・イエレン氏、現米財務長官は、米利上げを1年延期した。その上で、黒田晴彦日銀総裁が助け舟を出した。混乱前回の繰り返しになるが、11月連載の日経新聞、私の履歴書で黒田氏は、私は16年1月、スイスでの世界経済フォーラム、ダボス会議に登壇し、中国は資本規制を強化した方が良いと発言した。人民元安が再び日本を含むアジアにデフレ圧力を及ぼす懸念があった。新興国経済への先行き懸念もあり、世界的な株安や円高が進んでいた。スイスに出発する前、私は追加金利緩和の選択肢を議論できるように、内々に準備を要請していた。帰国後、
1月29日の金融政策決定会合で、日銀はマイナス金利政策の導入を決めたと明かしている。2013年3月に日銀総裁に就任した黒田氏は、異次元金融緩和政策に踏み出したが、安倍晋三首相の背中を押して消費税の大型増税を実行させた結果、デフレ圧力を招き入れ、マイナス金利政策に追い込まれた。履歴書ではその際、中国発、金融危機もその動機になったことを示唆したわけである。デフレ下では、中央銀行が極端にまで金利を下げても、金は実体経済に回らず、もっぱら金融市場に流れ出す流動性の罠に陥るというのが、経済学上の定理だが、日銀マネーは国際金融市場を経由して、中国経済の膨張を助長した。このことはグラフを見ても明らかだ。マイナス金利好きの日銀資金の多くが海外にも流れ出し、中国への資金流入、対外負債を後押しする。FRB のドル資金発行は縮小していたが、消費税増税に伴うデフレが背景のマイナス金利の日本マネーが国際金融市場を潤すと同時に、中国経済を救ったことになる。今、バブル崩壊の中国は、再び資本投資に苦しんでいる。小売回りの信託など、理財商品の焦げ付きに遭遇した中国の富裕層や投資家は、資産を国外に持ち出そうと躍起になっている。嫌気をさした外資は、脱中国へと走る。が、グラフを見ればわかるように、中国は対外負債を増やしている。日銀のマイナス金利資金がそれを可能にする。習政権を追い詰めるつもりなら、日本は米国を誘って中国向けの金融を規制すべきなのだ。